ノブゴロドのデティネツの塔、デティネツとは、ルーシの城塞の内側を指す言葉の一つである。意味の上では、クレムリという言葉に類似している。ノブゴロドのデティネツ、キエフのデティネツなどの要例がある。年代記においては、ノブゴロド第一年代記の1097年の記述に見出される。一方、クレムジという言葉は1317年のトベリの クレムリの建設についての物語が初出である。これ以降、デティネツという言葉はクレムリにとって変わられるが、14世紀まではデティネツという言葉は広く普及していた。また、13世紀から14世紀の境目からデティネツという言葉は、ノブゴロドからプスコフにかけての地域の資料にのみ用いられるようになっている。この時からデティネツという言葉は、 ノブゴロドの出ネ熱を指しているとみなすことができる。リバースリバース。2 0 3 4 6 4ありがとうございます。